何やったっけ、ナバナ。ナバーナ。初めて行くな。ブドウの産地、ワインの産地。大西洋のサンセバスチャンの行くまでの手前の山の中やね。に行きます。乾燥してるからフランスとかみたいに森がなくて山に木とかもないからハゲ山ばっかりやな。せやから建築物も石とか鉄が多くて木材で作ってる建物もあんまりないんや。豆知識多分ね合ってるかな。でも今から向かうバスクの方はちょっと雨多いからちょっと森多いんやな、木が多いんやな。スペイン来た感じすんね。ちょっとレスラー入ろうかなと思ったらレスラーも予約制、全部予約制みたいで、こういうやつ、こういうやつをスロープっていうのかな、分からん。お、見えた。投げ、ゲイ、バウンス、投げ、投げ、手離せ、手。おお。あぶれ。あ、これでバーンって当たるんやな。あ、2個うまい。あ、2個うまい。2個悪いね、ちょっと強くて。なんとなく、ブレーキに練習する。めっちゃ怖い。めっちゃ怖いよ、これ。足当たる。怖っ。何これ。怖い。めっちゃ怖い。反対、ビーン。怖っ。見た、いや見れへんかった。怖っ。めっちゃ怖いなこれ。どうでしたか皆さん。余裕皆さん。余裕。何がどうやった。やばかった結構。楽しかった。はい、皆さん、何やつ。はい、はい、オッケー。何しはるんですか。馬に乗りますか。おお。ゆっくりやね。慣れてはるね、馬が。おお、何かっこいいやん。おお、何かっこいいやんけ。言うことを聞かない暴れん坊の馬、これリリコの性格を憑依したな。えらいちっちゃい川だったな。でっかい川と思ったら。すごいね。アキちゃん、そんな大丈夫やろ。怖いの？アキさんが予約してたところはここです。車はこちらに置いて、さあ、まだ初めて入るけどルームツアーお願いします。テラスもあるよ、こっち。わ、すごいね。おお、ここは？ここはなんだ、リビング。リビング、おお、すごいね。クーラーこれ。クーラーついてて。クーラーに初め反応するの。おお。おお、キッチンの前にあるじゃん。キッチンの前にこっちが気になるよ。おお。ジャグジーついてます。お風呂。外に。お風呂。これが決め手で。お風呂。おお。はい、着きました。はい、で、秋さん、はい、次は？はい、じゃあリビングじゃないや。こっちが寝室1。寝室、あ、テレビとクーラーもある。クーラー反応してたね。クーラー今かかってるこれ。涼しい。こっち風呂？ここ
外シャワーですね。こっちはシャワーやね。あ、普通のシャワーやね。うわ、これライトがおしゃれ。で、もう一個の寝室と同じやつ。おい、慌てないでいいか。おー、ということで、うちとこは今日は長女いないんで5人なんで、なぎくんのベッドがここかな。おお、テラスもあります。テラスも、おお、馬もいる。うわー、すごい。おお、この風呂えぐい。これちょっとプールとか行かないでここでずっと。これも入れようや、もう風呂。こっち何リーコある？何もない。うわ、すごい。これ入る、入れようや、入れようや。家族全員で入れようや。すごい。うわぁ、これ、この人らこうで寝んのかね。寝るときはどっか行かんのよね。かわいいポニー、かわいい。今晩のラインナップは、ここナバラってワインの産地やから、ナバラのフロントのお姉さんに美味しいナバラのワインを。19ユーロ、20ユーロ前後やったね、両方ともプラス僕のいいチコと今日のお供です。あと生ハムと、あとコカと、あとキッチンがあるので、後からアキさんがパスタ作るかもってやつですね。プラスどこやったっけ。あと僕が買ってきた秘密兵器、秘密兵器がこちら。うちの店の近くの韓国食材店で、一応ほんまはここの下のレストラン行った方がいいんやけど、ちょっと高いんでカップヌードルで省エネしようかなと思ってます。はい、一応僕とナギくんがいるんで一応あれやね。え、僕とナギくんがいるんで一応水着着用しました。僕とナギくんの混浴じゃなくて、ちょっと、ね、あ、こう、そっか、外から見えるんで。あ、そっかそっか。ここ一応、そこモトクロスも今走ってたな、自転車。車とかも結構走ってるし。そっか、裸やったら、ね、でも裸で入るやろね、みんな多分。まあ裸で入るのかな。いや、夜やったら、まあ、夜だったら裸で入るかね。です。ここ馬いる、あそこの細い道で、さっきからのダウンヒルのあのマウンテンバイクのやつがビン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 通ってます。これですよ、これ。素晴らしい。もう一度言いますが、アキさんプレゼンツ、すごいすごいとこ探したなお前。これどっからどっからこれ探してこれすごいな。はい、今からこちらホテルの本館で朝飯です。あいにくの天気やね。まあでもこれがバスクやろ、バスク地方って感じやろね。そやからあんな息のハゲ山じゃなく、すごいちゃんと緑もいっぱいあって、雨いっぱい降るからやろね。じゃあ行きましょう。今はコロナなんでビュッフェがないから、注文したらいろいろ持ってきて、あとはみんなベーコンとか、何やったっけ、トルティーヤとか。じゃあいただきましょう。はい、オムレツね。うん、美味しそう。目玉焼きもこれ、まあ、そういう作り方がね、豪華やね。あとサーモン、あと、まあ、アキさんが頼んだチーズも出す。うまそうね。ナバラのチーズ。アキさんどうですか、朝ごはん満足ですか。美味しいです。どうですか、リリコさん。美味しい。まだ夜としか食べてない。最高です。この間日本帰ったんが、去年の1月だから1年7ヶ月ぶり、あの湯船に使ってるね、お風呂の。もともと俺お風呂めちゃくちゃ好きやからさ、最高や。たった1泊3日の旅行、
最高です。でももうチェックアウトまであと20分。ああ、いつ入れることやら。さよなら。